登山古墳群は神奈川県厚木市飯山あざ登山1648にある古墳群。1号墳は神奈川県内でも数少ない埴輪が大量に出土した古墳で発掘された埴輪は神奈川県指定文化財に指定されている。1962年に発見された古墳群で1号から5号までの5基の古墳がある。このうち 一号墳は発掘調査の後に消滅し、現存していない。すべて塩墳である。一号墳とその他の古墳では、石室の構造や副装品が異なることから、身分の違うものがそれぞれ登山古墳に埋葬されたのではないかと推測されている。また、古墳の副装品などから、五世紀に四号墳が、その後三号墳、二号墳、五号墳の順に作られたものと推測されている。 登山古墳群の発見は1962年1月のことで近隣の農道の溝を造成していたところ、埴輪の破片が大量に見つかったことがきっかけであった。同年4月には本格的な第一次調査が行われ、この時も埴輪が出土した。古墳の発見当時は近隣は桑畑が多かったが開発が進み、徐々に住宅地や 工場用地が造成されていった。さらに1967年には古墳の付近に安立電気株式会社の社員寮1号棟が建設され、この時古墳の一部が掘削を受けた。続いて2号棟及びポンプ所とゴミ焼却場の造成の準備が始まったが、準備段階で予定地から多くの埴輪の断片が出土し、造成の前に発掘調査の必要性が生じた。 そのため考古学者の赤星直忠の指導により、同年3月25日から4月3日まで1号墳を対象にした第二次発掘調査が実際された。この第二次調査の結果、第一次調査で発見された1号墳に加え3基の古墳が現存していることが確認され、その後厚木市の調査でもう1基古墳が現存することも確認された。 すでに存在が確認されていた2から5号墳についても、1998年8月から2000年2月にかけて発掘調査が行われ、トースや鉄属などの遺物が出土した。その後2から5号墳は整備され、2003年11月に登山古墳史跡公園として開園、保存されている。直径約20メートルの円墳。 六世紀中場頃のものと推定されている。1967年の発掘調査の際に削り取られ消滅している。大量の継承波には、筒藤波庭のほか、弾木の月二個、末木一辺、縄文土器片ガラス玉が出土した。このうち継承波には、筒藤波庭の計84点ほかは、1992年2月14日に、 神奈川県指定文化財に指定され、現在は厚木郷土博物館で保存されている。これらの埴輪は、型の美しさや種類の豊富さ、湿度量が優れており、埴輪の湿度例が少ない神奈川県において、これらの埴輪は古墳時代の神奈川県の様子を知る上で貴重な資料となった。それ以外の湿度遺物は、散逸して所在がわからなくなっている。 いずれも1号分から100メートル北の東京工芸大学厚木キャンパスの敷地に隣接した箇所に存在する。小さな瓦の石を積み重ねて造成された石室である。いずれも円墳で6世紀のものと推定されている。直径約13メートルで横穴式石室を持つ。通す鉄属が一つずつ出土したが、いずれも腐食が激しく取り出しの際に破損した。 直径約13メートルの大円形円粉で横穴式石室を持つ。湿度異物はなかった。直径約20メートルで縦穴式石室を持つ。石室内には数メートルに渡り石が敷き詰められている。自家等辺、トースが湿度した。ABC 厚木市教育委員会1992にハット ABCD 厚木市教育委員会。 九百六十七五ハット ABCDEFGH アイハラアキツ藤代ケンジ二千百八十二ハット AB 厚木し登山一五分出土派には ABCDEFGH アイハラアキツ藤代ケンジ二千百八十三厚木市教育委員会二九百六十七二から三厚木市教育委員会二九百九十二 参加長川県障害学習情報センター神奈川県生活学習情報システム2010年8月30日閲覧厚木市教育委員会1992 8、ありがとうございます